何してるの？見ての通り、ケンケンパ。誰か待ってるって言ってた。うん。チッ。ほれ。ほれほれほれ。何その手。退院祝い、もらってあげる。ないの？でも言うこと聞く聞く聞く絶対やったやっぱり何がいいかな。お、そうだ、ピアノのコンクールに出て君の番だよ。僕には無理だよ。どうして？弾けてたよ。まだ怖い？また下ばかり見てる。みんな怖いよ、舞台に上がるのは。失敗するかも、全否定されちゃうかもしれない。それでも歯を食いしばって舞台に上がる。何かに突き動かされて私たちは演奏するんだ。君もそうなの？君の言うことすること、すべてキラキラ輝いていて、僕は眩しすぎて目をつぶってしまう。僕は大切な楽譜を投げ捨てた人間だよ。奏者として失格だ。お母さんに元気になってほしくて一生懸命弾いたのに。そんな演奏家たくさんいるよ、絶対。やってられるか、お前が弾けって。それでもまた拾い上げて楽譜に向かう。そうやって最も美しい嘘が生まれる。私たちまだ14だよ、思い切って飛び込もうよ。こうやって演奏家なんだ。